さあ、それでは始めたいと思います。先攻が YT、 後攻が蛍、大粒ファイ。暗闇の中で光り続ける音楽、理由を伝えに来たぜ。俺が伝えるのはヒップホップだけじゃね、全ての音楽のジャンル伝えるぜ。 J-POP、ロック、バンド、そういうもん伝えに来た。今日ぶち抜く M870、 いやこれはもうセッティングアウトするのよ。暗闇の中の音楽、声だけじゃ笑わせんなよ。何がロック、 J-POP 絶対やってねえじゃんお前。アホ声だけ気を照らいすぎの、なりきりモテキ、まるでサブカルモテキ、適当やるだけロックを鳴らす。その程度のリズなら経験済み、こいつ食らわすぜ政権次。わかりますと、わかりやすいドライブ振って客を盛り上げる。俺が J-POP バンドやってねえって、俺軽音部分かりますか、おい。そういうこと磨き上げた声、今日も見せてゆくだけ、俺が湧いて軽音部分かったけど、まあ、俺また間抜いてシェンロッツだけでも適当にやる。俺は片手にマイク持つタイプ、適当パラメシア、まるで超人類、お前の本質、俺は多いず適当やるだけ、俺が賞金、優勝、俺が勝たらのみだぜ。いい試合ですね。さあ、それでは勝敗をつけたいと思います。先攻 YT が良かったと思う人、後攻小樽が良かったと思う人、これはちょっともう完全に延長だね。これはもう延長。立ち位置チェンジ、先攻後攻チェンジ、流されるんだ。さあ、それでは延長戦、先攻が小樽、高校が YT、 延長戦を詰めファイ。 Yo YT、 この際試合でも関係ないハイペース、ジャピントの上のステップだけ、お前の声じゃ絶対このフローはできねえ。何万か1、2、3、4、5、数値並び立てるようなこのフロー、数回息が違う企画よりもヤバい複雑な構想。俺も倍速フローならできる、そういうことわかりますか、これは俺のフロー、声わかりますか、今日は楽しみです行こうぜ、そういうことを延長戦、そんなの関係なく遠慮せずやってくディスのスタイル、yeah、 そういうことこたるさ、楽しんでいこうぜ。無理した声で行き過ぎ、お前その声無理しすぎ、やるだけ俺のロックも、まるでビートと声ならばチェンソとチェンソのコンビネーションよりも、わかりますか、落とし込むライブはお前よりも直球、さっきからお前ライブ踏んでないぜ、さっさと帰れよ尻尾を巻いて、そういうことだけわかりますか、俺は楽しめればそういうことがいい、俺は勝ち負けなんて気にせず、お前らが楽しめればそれでいい、わかりますか、上げてく池袋ノート、お前行こうの。さあ、それでは延長戦、勝敗を決めていきたいと思います。先攻小樽が良かったと思う人、後攻、YT が良かったと思う人、先攻小樽の勝利です。 YT もかなり独特ボイスで良かったと思います。